さあ森さん、はい、御朱印暗記、京都七福神巡り後編、これはね、ちょっとなんか森脇さんが、なんていうんですか、すごい本腰入れて、これはちょっとね、はい、暗記でござるなんですけども、うん、プライベートにもなんか、うん、もう仕事以上にやってます、ね、以上の気持ちが入ってきましたね、はい、ましたね。もう演技良さそうですよね。そうでしょ、はい、はい、お腹回るところが、はい、もう布袋さんのあの袋が特徴的じゃないですか、ね、はいはい、あれ何が入ってるんですか、うん、思いやりとか感謝とか全部そこに入ってるんですよ、うん、それをまた、皆さんに分け与えていったっていうんですね。自腹でやりや、これは家に飾っとかなかんって2020年、まあ、僕はそんなあんまり、僕はもう家に飾りますから。毘沙門天、毘沙門天でお願いします。七福神の了解お願いしますテレビ慣れしたんですよこちらに弁天さんをおいでない金色のお姿ですが、綺麗ですね。日本で一番古い七福神さんが今皆さんお巡りの都七福神さんなんですね、うん、はい、いろんな方にいろんな話聞いて、うん、やっぱりこう謙虚になっていかなあかんなっていうのは思いますよね、うんうんうん、年明け一発目、うん、感じ、ええ感じですね。恵比寿神社、もうここはいつも、はい、来てますよね、はい、商売繁盛でささまって帰る時にやっぱり京都に住んでからは、はい、もう毎年、はい、もうこちら来させてもらってますけど、はい、いつも来てる時はもういっぱいでしょ、ね、いっぱいでしょ。で福娘さんがガーッとおられてやから、はいはい、めでたい顔ですね、やっぱり表情がそう、やっぱ商売繁盛笑っていかなかんねね、こうやって難しい顔してるよりもまあニコニコしてる方がニコニコしてる方がいいやね。はい。やっぱこのエベスさん商売繁盛ということで僕らはもう理解してるんですけども、うん、はい、もちろん商売繁盛でございます、はいはい、まあ、商売繁盛する前には家運流昇、うん、そして皆様のご健康がないことには商売繁盛もございませんので、はい、それら含めましてこのエベスさんのご利益にあやかるということでございます。日本の国津神の代表的な神さんでありまして、うん、山の神さんと海の神様がもともと仲が悪かったと、はい、仲が悪かった神様の間に立って仲裁をなさって、うん、平和的に、物々交換をしていただく、うん、その世話役をなさったということで、物々交換がそれすなわちご商売ということで、うん、ご商売の神様になられたんです。でこれ辛かったんですかね、タイは。まあ、あの恵比寿さんはあの、うん、山の神海の神でいうとどちらかというと海の神様ですので、ね、その海の神さ海の代表的な幸を、はい、こう引き立てに抱えてられる、はいはいはい、今でしたら、まあ、タイよりマグロ抱えた方がいいのかもわからないですけど、時代的に恵比寿さんの話って僕初めて聞いたわ。いや僕もあんまり知らないですよ。え、何、海の神と、うん、まあ、山の神の間を取り持って、うん、そして、お互い仲良せ商売するんだっていう物々交換が始まりやったね、うん、言うて出た。そういうことで、はい、でも商売繁盛、商売ささもってこいね、エベスさんなんで僕もちょっと、うん、もうお参りさせてもらいましたよ、うん、してた、マジでしたよ。またなるんちゃいますあ、ここに書いてあるわ、ここに書いてある、優しくトントンとけど、恵比寿様のお肩を叩くお前、あ、そうなんや、肩なんや。僕はやっぱこう耳がね、恵比寿さん耳ちょっと遠いからって言うんで、恵比寿さんって言うて叩いてる、なるほどね。
いろんな説があるんですか、これ。そうですね、はい。なるほど。これ神社から言い始めたことじゃないんで、町中の人がいろいろ言ってられて、まあ一番無難な一応、うん、時々ねこう、エベスさん寝てはるから大きい叩いてって言って呼ばれちゃいますからねっていうことで、ね、はい、エルボーみたいなやつですね、三沢のエルボーみたいな人やりますから ね、 ね、そんなんもあるんで、いや、もうしゃあないね。じゃあ、最初お入れた東京オリンピックありますので、ね、すいません、森さん、東京オリンピックありますので、俺横からずっと見てたんですけど候補の人に見えましたもしご覧の方で、うん、何森脇もしおちょけてんねんとかね、はい、なんかギャグやってんねんとかと思ってる方もいるかもわかりますが、はいはい、言うときますけども、うん、東海ビスとかあの辺りの時にもういっぱいやから、はい、いっぱいバーそうそうそう、エビさん頼みます頼みます言う方いっぱいいますからね。 それぐらいやっぱりエビさんにはやっぱりね、すがるもんもすがるもんもあるっていうことで、最後の最後頼みますと。じゃあお世話になります、よろしくお願いします。七福神の方で来ました、ありがとうございます。もともと朱印っていうのはもうお参りに行ったその証として書いていただくというのをやったんですけれども、昭和の40年の後半ぐらいからなぜかこう七福神を巡るっていう人が増えてまいりまして、それでお参りになるのに古くは朱印帳というもので全部お集めになってたんですけれども、せっかく七福神パッと晴れして分かりやすいものが欲しいという要望でこの色紙っていうものを、うん、はい、あ、今書いていただきました。恵比寿の絵はこっちの絵なんですよ ね。何してあるんですか。どうぞ何してあるんですか。さあ今から何をやるかと言いますと、お姉さんはお金を持って投げた入らない、これはお金を入れるんですか。はい、そうでございます。熊手のとこに熊手か、はい、もう一つ奥の実か、もう一つ奥の実は、はい、ああそれで皆さんガウンをかけられるようでございまして、はいはいはい、入りますか。あ、取りに行かんと、はいはい、はい、あ、ガン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 、はい、あ、はい、何してますね、皆さんいや、僕以外に入れますよ。何の回ですの。一発入れますわ。入った。おー、やったー。そんな難しないですよ。入ったー、よっしゃー、はい、ご主人、これは人気者になるわよいしょー入った入った上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 入った、うわ、一番ええとこ入ったよ。さあ森脇さん、はい、寺町丸太町ちょっと下がってます、はい、こちらはですね、溶岩寺、溶岩寺、まあ別名坑道って言われてる、うん、川の道って言われてるところですか。こちらもしかしまたね、歴史ありますね、なんか、ね、急にね、街中で一つ入るだけで空気が変わりますよ、うん、全然変わりますね。あ、こんにちは。こんにちは、お世話になります。お世話になってます。お世話になります、どうも、森脇健児です。あらららら、すいません。あ、これは今我々は七福神巡りやらせてもらってます。あ、ようこそお参りください。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこちらは七福神の中でも寿老神さんをお祭りしておりまして、不老長寿の方ですよね。よくご存知。ちょっと頭長い、そうです、長い方で、はいはい、長い杖を持っておられて、はいはい、その杖の先にこう巻物がついてまして、はい、あと鹿を従えておられる姿が特徴的。はいはいはい、鹿ありますね、はい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 。どこにいはんやろ。でもこれ京都の市内のど真ん中なんですよ。そうなんですね。ちょっと入ると、ちょっと入ったらもう民家ですもんね。え、覗いていただいて、ちょっといいですか。いいですか、もらいます。うわ、やはる、うわ、やはるわ、やはる。結構 目が垂れて優しい顔なんですね。うん、うん、なんか意味あるんですか。頭が長かったりとかいう意味は。寿老神さんは、うん、中国の老子、うん、はい、その方が天に昇った姿が、うんうん、その仙人の姿で、うん、で不老長寿の神さんです、うん、ああそうなんや。まあ、言うと健康に。そうです、健康いうことですよ ね、うん、健康に長生きをしていただければ。長生きね、ありました。中国の老子が天に昇ってなったという仙人の姿、3000年の長寿を保つと言われてます。とすごいですね。福財子宝、長寿の功徳ありと言われてると。
ただやっぱりあの顔がねもうなんか垂れ目でにこやかで、うんうん、あこういう人に人寄ってくんやなって思いましたね。そうやな、うんうん、これ副住職何なんですか。これなんか書いてますよ。オンバサラユゼイソワカって御神言です。オンバサラユゼイユゼイソワそんなでもちょっと待ってくださいよ。そんなもうおちょけ入れてるんですよ。いやいやこの皆さんやっぱ頭でかいから。いやいや頭でかいってこの方は縦やんか僕奥やんか笑って笑ってますよ。ちょっと待ってください。副住職も今副住職めっちゃ笑いましたね。ご本尊にはあの鹿がいなかったんですけど、はい、こちらの石仏には3番目あほんまや鹿やるわ七福神様が、はい、あほんでこれはこの季節になった誰かが編んでくれはるんですか。去年初めてですね、はい、どなたかがいつの間にかでかぶしてあった。かぶしてあった。へえ。そうなんですか。なんか昔話みたいな話ですね。傘傘地蔵みたいな。そう朝は何もなかったんですけど、うん、夕方ちょっと門閉めるのに来たら、うん、あったんですか。あったんです。へえ。いやーちょっといやーお願いします。お願いします。5つ目、はい、お願いします。あそうですか。はい。あそこなんや。うーん。寿老寺、うん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。寿老寺おお。うわぁ、そう言ってきましたね。コトブキこうやってこういうのをうちの番組では見せていきますんで別に見せていいと思う。普通見せない。まあね、タレント自らね、しかもそうですよ、うん、付き人もいませんし、はい、マネージャーすらいません。マネージャーさんももうついていきませんしね、うん、それでいいんですよ。ありがとうございます。もう、もし副住職がね、まあ女性なんですけども、七福神の中で付き合うならどれがタイプになってる。タイプっていうか、タイプっていうかもう、はい、タイプっていうか、まあ、まあまあ、ね、望むもんでしょう。望むもの。はい。毘沙門天。毘沙門天。ということで、副住職さんは、うん、毘沙門天さん。毘沙門天さんが。ここ寿老寺。はい、ここは寿老寺でございますよ。それはそうです。行願寺、いかがでした。いや、寿老寺さん、はい、もうね、あの優しい顔、優しい目で眼差しかな。あれは年を重ねていって人生をやっぱいろんな人生を味わった人が出せる最後ね、最後出してくるんやろな。最後ね、だから怒ったらへんもんね、だんだんと、うん、2020年、うん、気持ちも新たに、そう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 、なんかちょっとこう自分が今変わりつつあるじゃないかまあね、まあね。サモレさん、はい、こちら、あ、来ましたね、松ヶ崎大黒天。うわ、大黒様ね、うん、初めてですね僕ね。住宅街に、住宅街の時にね、いや、このかなり山の中にあるんですね。来ますね、はい、すごいな。さあ来ました。うわ、イチョウの葉っぱが、イチョウの葉っぱがまだ、うわ、紅葉がまだ残ってる、すごいな、まだ残ってて、うわ、やめなきゃ、いきなり大黒様がここでやりますね、やりますね、やりますね。あちらにもあの後ろを見て、ほんまや、あの看板、ほんまや、うちの小槌や。よろしくお願いします。すみません、山本さん。とんでもないです。よろしくお願いします。お願いいたします。これ上を見ると、あの、はい、五山の一つですよね。そうです。妙法の、はい、法の、はい、寺の麓がこちらのお寺になります。法の麓ですか。はい。はい、さようです。大黒さん。大黒さんが。そうよ。なで大黒って書いてましょう。あ、さようです。もう皆さんお越しいただきましたら、ご自身の具合の悪いところ、あの大黒様撫でて、うん、足をさすって、ご自身の足をさすっていただく。こうやって、はい、自分のこうやって、はい、こうやって。そうです。もう全身される方もいらっしゃる。全身もいいんですか。あ、もう頭も顔も全部やらせてもらいますわ。もう一度髪の毛ももう最近もね、もうあちこちはげてきたからもう。水蔵。
水蔵背中ですね。水蔵背中ですよ。やってやん、はい、いや俺がやったらあかんですよ。俺がやったらあかんですよ。もう分からん。普段は、はい、あの大黒様あの皆様拝んでいただくことが直接はできないので、あのお前立ちの大黒様、お前立ち、はい、あのちょっとちょっとろうそくの2つの間に、あ、見えた、うっすらと、あ、うっすらと見える、ほんまやほんまや、ちょこっと見えますね、はい、あれがお前立ちですね。あのもうあの厨子の中にあの今はあの入っておりますので、うん、はい、直接見ていただくことはできないんです。これは、はい、うちで残す土でございます。あの皆さん叩いたりされますけど、叩くものではなくて振るものでございますので、はいはい、これもちろんやりますよ。ちょっと森さん置いてくださいよ、その置いてくださいよ。打ち出の小槌を持ち、笑みを浮かべる姿から福財の神と言われてますと。もともとは軍神でしたが、日本では福徳を重きに見て、商売繁盛の守り神となってますと。大黒さん、ちょっとこれはね、はい、イメージと違った小ぶりの、そう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 、中には見えへんかったよ、まあ、そうそう、だからほんまもんって言ったらおかしいですけど、うん、ほんまもんはほんまに手のひらに乗るサイズの、うん、おっしゃってた、うん、それでは大黒様のご主人いただきましょう。大黒殿は何の神様？開運招福の神様でございます、うん、ある意味ではオールマイティというか、商売繁盛から五穀の豊作ですか、うんうんうん、それから学業もそれから安産も全て、はいはい、でございます。ありがとうございました、はい、お世話になりました。すみません、ありがとうございました。ごめん、ありがとうございます。ご迷惑でなければサインしていただければありがとうございます、はい、我々の、はい、ご主人はしてもらった方にサイン返すと初めてなんだ。申し訳ございません、はい、大丈夫です、これちょっともう前、これのサインするんですか。初めて僕もうちょっと遠慮しておきますよ。ちょっとやる気元気もらえてちょけられへん。あれちょけてたんですか。うん、では東郷さん写真を、はい、ありがとうございます。着きましたよ、修学院ですよこちら、はい、石山禅院、石山禅院、禅院ってなんですか。赤い山の禅寺の禅に院、へー、こちらに福六十、はい、参加おられます。いよいよ7つ目、うわ嬉しい。あ、どうもこんにちは、こんにちは、村井健二です。お初にお目にかかります。あ、お世話になります。いつもお耳にはかかってるんですけど、あ、ラジオ、ラジオリスナー、はい、でまだまだちょっと2020年もですね、はい、まあ、ちょっと東京オリンピックもあることですし、やりますか。そしてまだまだちょっとこう仕事も頑張らないといけないと、すごいいうことで七福神回ってまいりました。そのエネルギーちょっとください。何をおっしゃいますか。ありがとうございます。今までエネルギーどこ、ちょっと今まで見てもらっていいですか、これ。あ、行ってきたんですよ。行ってきましたね、はいはい、いいですね。残すところは福六十さんだけと、はい、はい、でこちらお祭りしてある方がね、石山明神さんという方はね、はい、的の名前を大山福雲さんと言います。ほう、はい、みんな閻魔さんのことで閻魔帳を広げてる方、うんうん、はい、あれ大山福雲さんなんです。え、閻魔帳を広げてある人が、閻魔帳を広げて、はいはい、あれは六名簿と言いましてね、その人の寿命と、うん、頑張ったらこれだけの財産が作る六高を書いてくれてる、みんなに栄養に書いてくれてんねん、うん、はい、ケンちゃんが頑張ったらこんだけの財産ができるぞって書いてくれた。もう死んでますけどね。死んでますけどね、ちなみに、はいはい、服をちょっと避けといてください。6と10ですね。6高と寿命ですね。6高、財産がいっぱいあって寿命が長かったら服ついてきてますよね、はいはい、なるほどなるほど。服63ですね。あ、なるほど。そこで服63ね。そういうことですか、はい、ここお参りするときね、はい、鏡ありますね。あ、ある、はい、鏡がある、柳さん、ね、はいはい、あそこに自分の姿を映してからお参りしてください。 あそこにね、はいはい、どういう意味、どういう意味があるんですか。神さんの中に自分の姿が入るから鏡なんです。神を求める心は自分の中にある。なるほど。うわあ、この初めてやな。そういうことなんです。あ、うつだうつだ、はい、入った入った。うわあ、初めてやな。だ、自分の中の神さんが起き上がってくれる。だ、こいつのために頑張ってやらなあかんかと。はあ、お願いします。はい。
で拝殿で自分の姿を鏡に映してお参りしました、はいはい、自分の中の神さんが起き上がってくれました。どうぞこの本殿に向かって私はこれから改心して頑張りますからよろしくお願いしますと。さあ行きましょう。いやもうね、鏡で自分の姿映ってから、うん、とか黙っといてください。これ最後7つ目のね、マジですから、もうテレビじゃないですからね。マジやからね。もうマジになってます。ここはいはい、ちょっと見えたわ。お願いしていいですか。うわ、え、ありはるわ。やりますんで。やはるわ。中にあります。真正面。正面がそうです。小さいですけども。あ、ほんま。ちっちゃい。ちっちゃいね、ほんまに。やはるやはる。いやいや。やっぱこれインドの。いや、インドじゃないですね、道教の神様ですね、中国の、中国、中国になる。はい、合唱してから、ナマクサンダラボナランシンタラグワンダヤホワカ、ナマクサマンダラボナランシンタラグワンダヤホワカ、ナマクサマンダラボナランシンタラグワンダヤホワカ。63自体はね、あなたの未来予想図を持ってる方です、はい、だから今までいいように書いてくれてるように自分がいけるように、はい、財産がいっぱいできて長生きできますように、うんね、自分がこれだけ努力しますと、うん、努力したらそれに報われるようになります、うん、あ、誓うわけですか。そうです。なるほど。誓いますからちゃんとよく書いておいてくださいっていう。だから自分に誓うんですよ、うん、自分に誓う、うん、そうすると未来が予定通り行きますようにというお願いする、うん、なるほど、はい、ラスト行きましょう。お願いします。はい、はい、満願。満願、ええ言葉やな。満願、満願ね、満たされる願いで満願。満願、満足の満か。7つついにありがとうございます。うわ、ちょっと見させてください。ありがとうございます。揃いました、満願と。七福神巡り、はい、まあ、終わってみてね、うん、やってみて一言言えるのは、うん、なんかこうすっきりした、うん、それはありますね。そして心も、はい、なんか清らかになった、浄化された感じです。あ、浄化やね、その言葉やな、はい、最後に、はい、あのこの、福六十さんの話ではないけど、はい、うん、未来を、うん、切り開いていくんだと、はい、そうですね、改心して、今までのことは改心して、また来年の今頃来てみたいですね。すごい、もうこれ恒例にしましょうよ。はい、恒例にしたいです、ね、これもう恒例。七福神ね、一日で、そうそうそう。でこれがね、あの若手の子のタレントやったら行ってこいとか指令でしょ。僕ら好きで行ってるでしょ。で自腹や、自腹。いやもうほんま、もしよければ皆さん、そう、やってみたらいかがでしょうか。そう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 、いうところで非常に終わった後なんかスッとスッとしてね、新しい目標ができましたんで、漫画になるように、はい、千年の都。